どうも、私がライでございます。今回ですね、こちらの海賊同盟で挑めハッピーハロウィン、星13の方に挑戦していきましょう。で、まあ今回はね、新キャラ持ってない、方人向けの、動画になってます。なんで無特攻編成になってますので、ぜひともね、今回新キャラゲットできませんでしたよとかね、まあ今回ガチャ引かずに、まあ10周年 10.5 周年の方引きますよとかね、まあ今回のハロウィン過ごして引きませんよって方はぜひとも参考にしてみてください。まあ、ということでやっていきましょう。編成こんな感じになってまして、船長はちょっと今回アニバクルギを使わせていただきまして、フレッド船長ウダという形ですね。で、船員には、クザン、ペローナ、ベガパンク、マゼランという形の編成になってます。で、まあ、ちょっとここね、本当は全一攻略したかったんですけど、まあ、全一攻略はちょっとできないので、まあ、こんな形でちょっと時間を稼いでいきます。よいしょ。こんな形でいきましょう。第1バトル、第2バトル、一旦分こう、時間稼ぎしてって感じでいってみてください。うん。で、あと今回、グランテゾーロのこの船、必須になってますので、ぜひとも、ゲットしておいてください。つけといてください。で、まあ、もしいないよって方、持ってないよと、まあ、ゲットできないですよって方は、一応黒ひげにラフィットとかつけて、サポートで封じ解除できれば問題ないです。一旦分でいいので解除できるようにしておいてください。で、まあ、こちら第3バトルなんですけど、上段封じが7ターン来るのと、お邪魔スロット変換とバリアという形ですね。まあ、ヒット回数30回のバリアって感じです。封じ、7ターン分キータなんですけど、3ターン分は能力解放、1ターンはグランテゾーロで解除してますよみたいな感じですね。で、あとマゼランで解除で、お邪魔スロット変換来ているので、ペローナの方で、実用途に変換させつつって感じですね。で、まあ、一応バリアなんですけど、黒ひげの、戦場効果の方で無効化されてますので、普通にダメージは通ります。まあ、ということでいきましょう。で、まあ、ここグッドグッド取ってください。そうするとね、ちょっと火力が上がるので、まあ、こんな形で倒すことができますよという感じですかね。まあ、もしちょっと火力に自信ないよって方はサポートつけてちょっと火力上げてみてください。まあ、今回サポートなしということでね、使ってません。で、まあ、こちらなんですけど、ルフィパターンとエースパターンがありまして、第4バトルは。まあ、ルフィパターンは、これ見た通りなんですけど、ダメージ無効と一定上ダメージ軽減と防御アップが5ターンか、来るよというのと、バリアが来ますよって感じなんですけど、エースの場合はこの防御アップが攻撃力ダウンになってます。まあ、なんで、ここら辺はね、ちょっと、どちらにも対応できるようにしておいてください。まあ、最悪ヒットパターンだけ対応できるようにして、その運任せで周回していくっていうのもいいと思うんですけど、まあ、それはちょっと効率悪いので、どちらにも対応できるような編成にしてみてください。一応私のこの編成は対応できますよということで、まず、歌、超過使いますと。まあ、これで、まあ、一応ね、今遅延中に当たりダメージ上昇してますので、これで遅延にして火力上げてますと。で、攻撃上昇もね、3ターン分かかりますので、次のターンにも、持っていけますよという感じですね。で、あと、そうですね、ダメージ無効と、一定ダメージ軽減に関しましては、黒ひげの戦長効果の方でね、防御効果無効化させてますので、解除しなくても大丈夫ですよと。で、あと、防御アップと。で、エースの場合、攻撃ダウン来るんですけど、まあ、それどちらとも5ターンずつ解除できないといけないよということで、まあ、ウタ今体力 50% 減らしたので、この状態で必殺使うことで、防御アップとね、こういうダウンを5段ずつ剥がすことができますので、ここでマゼランを使って解除していきます。まあ、これで防御アップが解除されるかなと。うん。いう感じですね。で、まあ、一応これ、スロット、ランダムスロット変換だとは思うんですけど、ランダムスロット変換されるんですけど、一応ウタがお邪魔スロットになっていたとしても、火力が足りるっていうのはね、まあ、一応検証済みですので、まあ、このままタップで削っていってみてください。大丈夫ね。いきましょう。まあ、こんな形でいきましょう。よいしょ。よいしょ。こんな感じですね。で、歌がね、十分火力出てくれますので。はい。
でもまあお邪魔スロットの場合でもねしっかり火力出ますので、まあ、問題なくいけるんじゃないかなと思います。で第5バトルなんですけどボス戦ですね。まあここではスロットが力スロット変換されるのと、地スロットが有利あフリースロット扱いかなこれ。うん。でで防、ダメージ軽減が7ターンとバリアがまた来てますよという感じですね。まあダメージ軽減もバリアもすべて黒ひげの方でね。無効ができてますので問題ないかなって感じですね。まああとはしびれと沈黙って感じなんですけど、まず膝田巻き戻しも、左列膝田巻き戻し来てますので、うん、左列あ違うあのかあれ全員か全員膝田巻き戻し来てるのか。まあ、なので、まず青生地の方で必殺は短縮していきましょう。2段分ずつ。うん。で、これで歌と、ベガパンクが必殺使える状況なので、まずベガパンクですね、必殺使ってしびれ解除しますと。で、ここで強化したいのが、まあもうクザンの方でチェーンケースがね、固定されているっていうのと、まあ、スロット影響は黒ひげで上げれるので基礎攻撃力を上げておいてください。でここで歌使いまして沈黙右列の沈黙解除しつつダメージ軽減も一応解除してます。まあ、解除しなくてもね十分、問題ないんですけど。でまあこちら、黒ひげの超過使いましてこれでまたダメージ軽減かけますよと。でかけた状態で黒ひげ必殺使いますと火ダメージ上昇もかかりますし攻撃上昇のプラスにも上がりますしスロット影響もかけることができますよということで、これでさらにまた火力が出るんじゃないかなと、うん、いう形ですね。でまああとはこれ、歌か、黒ひげでタップしていただければ十分火力出るよっていう形にはなってますので、まあ、あとはタップで削っていってみましょう。一応グッとグッと取っていってみますか。よいしょ。まあこんな感じでグッと2回取れば多分火力がまた上がってると思いますので、はい、まあこんな感じで十分火力は出るとは思いますので、うん、まあこんな形で周回していただくのがいいんじゃないかなと。まああとまあ黒ひげをレベル上限突破マックス鍵凸までマックスにしたりだとか、まあちょっと船を変えて冒険開始時北ターンを2ターン短縮できるような、船にしたりだとかすれば一応黒ひげでも全一攻略できるとは思いますので、で黒ひげにねサポートでラフィットとか入れておけば封じもね問題ないですし、うん、もし全一攻略したいよっていう方はそんな形でちょっと工夫していただいて、うん、やっていただければ、まあ確か黒ひげの船とかだったら冒険開始時必殺ターン2ターン短縮できるはずですので、2ターン短縮させつつでまあ黒ひげレベル上限突破ね、あレベル上限突破じゃない、限界突破マックスまで鍵凸まで強化しちゃえば多分一旦分短縮できるかなと思いますので、うん、まあそれで全一攻略できるとは思いますので、であとサポートで封じ解除できればね問題なくいけるかなと思いますので、まあぜひとも、まあ全一攻略したいのであればそんな形でちょっと工夫してみて、まあもうそこまでこだわりないよって方はこんな形で攻略していただければ、十分周回できるかなと思いますので、ぜひともね、新キャラ当たるまではねこんな形でちょっと周回してみてください。まあ、ということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっている方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。